2006年ハンガリーグランプリは2006年会1世界選手権第13戦として2006年8月6日にハンガロリンクで開催された。正式名称は2006フォーミュラ1シェルマジャールナギドリ、前線ドイツ GP で FIA が通達したマスダンパーの規定違反問題はドイツ GP のスチュワードが使用を認可し FIA がこれに異議を唱えるという異例の事態となった。 国際高訴審で最低が下るまでは、猶予期間に当たるとして、各チームは、ハンガリー GP にもマスダンパーを持ち込んだが、ベースディレクターのチャーリー・ホワイティングから追って、処罰の可能性があることが示唆されたため、結局マシンへの搭載を見送ることになった。BMW ・ザウバーのジャック・ビルヌーブは、 ドイツ GP のクラッシュの影響で欠場することが発表され、代わりに金曜フリー走行に出走していたロバートクビサが出場することになった。クビサはポーランド人として初の F1 ドライバーとなる。予選を前にしてチャンピオンを争うフェルナンド・アロンソとミハエル・シューマッハにペナルティが課された。フリー走行中、アロンソはティアゴ・モンテーロに邪魔されたとして、 ホームストレートで幅寄せした上に、モンテイロの前で、ブレーキテストを行ったと判断され、予選タイムに1秒加算。さらに、木旗区間での減速を怠った県で1秒も、追加され、2秒加算という処罰になった。シューマッハも赤旗提示後に、前走車2台を抜いたとして、同じく2秒加算されることになった。両名は、予選91を通過したが、92で脱落し、 アロンソ15位、シューマッハ11位からのスタートとなった。91、92でベストタイムを記録したフェリペ・マッサが、93でもトップに立つが、終了寸前に、キミライ・コネンがベストタイムをマークし、2戦連続のポールシッターとなった。3、4番手には、ホンダ勢のルーベン・スバリチェロ、ジェンソン・バトンがつけたが、バトンは、フリー走行中のエンジンブローで、エンジン交換のペナルティを受け、 10グリッド交代して14位スタートとなる。デビュー戦の首差はチームメイトのニック・ハイドフェルドをしのいで93に進出。バトンの広角により9番グリッドからスタートする。決勝はハンガリー GP21 年目にして初のウェットレースとなった。不構図のヘビーレインタイヤを選んだバリチェロを除き、全車がスタンダードレインタイヤを装着してスタート。 ライコネンが先頭をキープし、バリチェロが2位、デラロサが3位、後方からシューマッハとアロンソが4、5位にジャンプアップした。バリチェロのタイヤ選択は失敗し、4周目にピットインしてスタンダードウェットに交換。代わりにバトンがオーバーテイクを連発し、1周目11位から4位へと挽回する。序盤の路面状況にはブリジストンよりも、 ミシュランのレインタイヤの方が出来しており、シューマッハはフィジケラと接触し、フロントウィングを壊して交代した。隊列が落ち着くと、ライコネン、デラロサが逃げ、アロンソとバトンが追う展開となる。マクラーレンの2台が最初のピットインに向かうと、アロンソがトップに立った。25周目、ニーライコネンがターン後出口で周回遅れのリューツに追突して、リタイヤ。 破片処理のためセーフティーカーが導入された。アロンソとデラロサがピットインする一方、3位バトンはコースに止まり、デラロサをかわして2位に浮上した。レースが再開されるとバトンはアロンソとのギャップを縮め、テールとノーズの状態に持ち込む。アロンソは1回、バトンは2回の給油を残している。レース中盤には天候も回復し、路面は徐々に乾き始めた。 バトンは46周目にピットインし、ウェットタイヤを交換せず2位でコースに復帰した。51周目、アロンソはピットインしてドライタイヤに交換。しかし、右リアタイヤのホイールナットがきちんと装着されておらず、コース復帰直後によろよろとコースを外れてリタイヤした。これでトップに浮上したバトンは54周目にドライタイヤに交換して独走体制を築いた。 2位には一時周回遅れになりながらも、ウェットタイヤで粘り続けたシューマッハが浮上した。リタイヤしたアロンソとのポイント差を詰める後期だったが、残り4周で、ドライタイヤをハクデラロサとハイドフェルドに抜かれた上に、ハイドフェルドと接触して、サスペンションを傷つけマシンを止めた。ウィニングランを追えピットへと戻るバトンバトンは70周を走り切り、 第一参戦115戦目にして初優勝を達成。ライバルのリタイアに救われた面はあるものの、14番、グリッドスタートから、コンディションの変化に対応して見事なドライブを見せた。コンストラクター、ホンダとしては1967年のイタリア GP 以来39年ぶりの勝利となった。表彰式ではこのレースを応援しに来ていた、ホンダの福井武雄社長が優勝費を受け取った。 2位、デラロサも発表招待、3位、ハイドフェルドは、新生 BMW ザウバーのチーム発表招待と、初物尽くしの結末となった。デビュー戦の首差は7位でフィニッシュしたが、レース後の再車検で、規定最低重量より、マシンが 2kg 軽いことが判明し、失格となった。首差は51周を走った、ウェットタイヤでゴールしたため、タイヤが摩耗して、規定よりも軽くなってしまった。 とチームは説明した。7位以下の順位が繰り上がり、9位完走扱いだった、シューマッハは8位1ポイントを獲得した。ありがとうございます。